高根沢町は、栃木県中央東部に位置し、塩谷郡に属する町である。宇都宮市への通勤率は27.9%、羽賀郡羽賀町への通勤率は13.7%。平地が多く、町の西側は、絹川を挟んで、宇都宮市に隣接しており、丘陵地帯が住宅地になっている。北は、桜市、南は、芳賀町に接する、国道四号沿いと、 中央から東側一帯に田園が広がる。町域は東西に約1 0トル、南北に約1 1トル。総面積70.9平方キロメートルの約60%を農地が占めている。標高は1 0 9メートルから1 9 5メートルの間。川は古行川、犬間川が流れる。高根沢の地名の由来には高原さんの裾野にある沢から来た説と、 14世紀、後半に植え高根沢の権限山地域で、この一帯を治めていた、高根沢新江門藤原健吉の名が、地名になったという説がある。町の基幹産業は稲作を中心とする農業で、あったが、昭和50年代から、誘致企業の立地が進み、1996年には、栃木県によって、ソフトリサーチパーク、情報の森と地議が造成し、 企業の研究開発拠点が進出した、宇都宮市のベッドタウン化も進んで大きく様変わり、しつつあり、人と自然、緑とハイテク、人、緑、元気をキーワードとして、農耕商の調和の取れた産業振興を目指している。町として、企業支援施設、クリエイターズデパートメントを、放射区寺駅前に整備し、町民による創業促進や、 創業希望者の誘致を図っている。同じ宝釈寺駅の東側には2006年、建築家、熊健吾設計のチョ、クラカ館が完成。その大谷石を再生し、新たな息吹を注いだ地元の歴史を活かした作りである。また、この舗装には、もみ柄舗装を使用している。そして、落成イベントや毎年のイベントとなる、ョ・クラフェスタには模擬店への呼びかけを行い。 使い捨て容器を使用しない仕掛けを行うなど、環境に配慮した事業展開を試みている。農作物、編集2019年の大城祭では、高根沢町が、東日本の雪田の地として定められ、宮内町がと、ちぎの星の百八十 180kg と玄米 7.5kg を買い取った。製造業、編集研究開発拠点、編集有機肥料を作る。 というコンセプトをもとにした生ゴミ対比化施設、土作りセンターが平成11年に完成。平成12年に建設したビレッジセンターにおいて、土作りセンターで作られた土を使って安全で、美味しい地産地消の作物づくりを行い、循環型社会を目指している。また、土は、定型水田や希望農業者の畑等に使用され、そこで収穫された米や野菜は、 学校給食で使用されているほか、農協の農産物直売所において購入することが可能である。町の地域振興の核となる高根沢町元気アップ村では、温泉川木農産物直売所が賑わいを見せている。西南端は、皇室の食料を生産している広々とした五両牧場がある。西の宇都宮市との境に流れる木の川の河川敷には、木のグリーンパークがあり、 休日は親子連れ、コスモスの季節には観光客で賑わう。環境学習施設、エコハウス高根沢を中核としたリサイクルの動きも活発化し、給食センターから出される廃油を燃料としたバイオエタノールで走る車を、給食運搬車として走らせるなど、環境に対する多くの試みがなされている。商業面では、ィエステック株式会社、マニー株式会社高根沢工場、 システムソリューションセンター、栃木などを要し、環境保全に高い基準を置いた企業誘致を行い、商業と農業のバランスが取れた住環境を目指している。町立図書館が文館を含めて町内に参加がある。蔵書数は約28万点。年間貸し出し率は町民1人当たり16.8点。コミュニティ活動の中心となる。 各地区の集会施設や地区公民館等の整備や活用に努め、また住民活動の中から生まれてきたちづくり活動に行政が積極的に関わりを持つ行政参加型のちづくりを展開することにより、オンリーワンのちづくりを目指す。高等学校、編集中学校、編集小学校、編集場高根沢小学校では2010年4月から、 通常の通学区域に関わらず、朝鮮域からの通学が可能な、小規模特任校制度を実施。フリースクール、編集保育園、児童館、編集幼稚園、編集学童保育、編集子育て支援施設、編集いずれも虹色保育園、敷地内郵便番号は、329から12、XX が該当する。局は、 町内全域が高根沢郵便局の管轄となる。郵便局、編集町内全域が宇都宮 MA の管轄となり、市外局番は028。一部地域を除き収容局は以下のビルが該当し、市内局番は以下の通り。下記地域は高根沢町外の収容局が管轄となる。作曲家、編集俳優、編集プロデューサー、編集、折り紙作家、 編集、ありがとうございます。